これもね、こっちか。これ。そう。これもね、同じ。小市長臨書聖戦にね、いい言葉がね、載ってたの。それは、えっ、ー、とね、当地総外先生の言葉でね、さっき言った、まだ DVD とかがついてないんだけれども、このね、ここの、 王格の収筆なんだよね。ここね、ちょっと読んでみるね。抜き去るでもなく、落質高く鋭く打ち込まれた気質から、気質から、素早くうんし、その収筆の一瞬の呼吸の断絶、その断絶の呼吸を得得しなければ、皇帝比の王格とはなりません。 これいいよね。呼吸の断絶。私がよくさ、ここはさ、パーンとこう、引き上げるようにするんだよって言ってるんだけど、それは呼吸の断絶ですって言い換えようと思います。だから、皆さんも今回は、この収筆は呼吸の断絶っていう感じ。素早くうんぴつし、その、 収筆の一瞬の、そう、一瞬の呼吸の断絶。一瞬がつくんだ。そんな感じで書いていきたいかな。うん。だから、この、今月のテーマは、呼吸の一瞬の断絶に決めました。<laughs> ということ。で、まあ、時系を探るってなると、まあ、ここのところをね、キュッと閉まってるとか、まあ、そういうのあるんだけれども、まあ、ちょっと書いてみるか。 さあ、呼吸の断絶がいけるかなだから先生方のさ、この言葉、素敵だなあと思って、うんな、いろいろね、先生方出版されてるものをね、見るの好きなんだ。では、いきます。これは、えー、っと、8個。 うーん。剣豪のね、発行にしました。 ちょっと優しかねばついてるこんな感じでちょっと呼吸の断絶やってみましたそれでうんとここのね てん、あの、俺のところは、やっぱり、造像器の書き方をそのまま、うーん、そのままの感じ、造像器の感じで書いていいんだけれども、それが少し、あんなにこう、ガッとならない。ガッとならないって、言葉がいい言葉がないかな。うーんと、 うん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 。荒っぽさを整理して洗練させたスマートさ。あ、これいいね。うん、これ。<laughs> えっと、当時先生の言葉を借りました。<laughs> 荒っぽさを、えー、整理して洗練されたスマートさ。きつは全く造造器と一緒です書いてある。えっ、ー、と、こう、が。これが荒っぽさだろうね。で、洗練されたスマートさ。 <laughs> 変わったかなまあね。うん。まあ、ここがこうね、こうして、こんなイメージだよね。を、ガッガッっていくんではなくて、こうしてちょっと上げて、スーッと下ろして、こういく感じ。形では、こういうふうな、造像器の形は残ってはいるが、うん。 もうちょい丁寧な感じで、ここがね、斜めにこう、行くと思うんだよね。こういうことが多い。普通の、まあ、まあまあ、皆さんが分かりやすく言うとしたら、普通の会所の、俺の部分を、ここ、ここは違うよ。ここのところ。ちょっと感じさせる。うん まあスマートで洗練された感じ。<laughs> 書いてみて。という。